光に反射をして光っているように見えるクラゲもいれば、自ら発光しているクラゲなど様々な種類がいます。なぜ光っているかというと、餌探しであったり、または外敵から身を守るためだと言われています。カラージェリーフィッシュも、照明を当てていることによってきれいに光っているように見えるのですが、体色は体内に飼っている褐虫藻という生き物によって決まってきます。体内に飼っている褐虫藻という生き物が光合成をすることによって、そこから栄養を得ています。また当館では丸型の水槽で、さらには水流を作って流れを作ってあげることによって、クラゲが泳ぎやすい環境を作っています。